西武百貨店、そごうの再建に手腕を発揮した元ミレニアムリテイリング、現そごう、西武、会長の和田茂明、氏が7月25日に死去した、88歳だった、東京都出身、葬儀は近親者で済ませた、喪主は妻ひろこ、さん、連絡先はそごう、西武社長室、40歳で西武百貨店常務に昇格、将来を嘱望されたが、当時のオーナー小堤誠二氏と対立し、グループ会社への転出を余儀なくされた。1992年、バブル崩壊で経営難に陥った西武に復帰、会長、社長として業績回復に貢献した。2000年に倒産したそごうには特別顧問で迎えられ、社長に就任、選択と集中を重視した改革を進め、民事再生手続きを2年半で終結させた。3年には西武に再び招かれ、そごうとの統合を主導。5年12月、セブン&アイホールディングス傘下入りを決断した。百貨店業態の改革に一貫して取り組み、危機になると助っ人として現れることから、百貨店の再建請負人と評された。ネットの声、セゾン、グループの中核であった西武百貨店は1970代80年代の日本経済拡大期に地方を含めて多店舗展開を進めて、国内トップ規模の百貨店にまで成長したが、バブル崩壊以降の消費低迷で業績不振店が続出し、大量の店舗閉鎖による縮小で何とか存続した。バブル前に同様に地方に大量出店して急成長した。そごうも、バブル後、大量の不採算店舗を抱えていたため、西武同様の店舗スクラップで事業再生を成立させた。その後、再建後の両社を統合したミレニアムリテイリングも、財務余力をほぼ失っており、単独での存続は難しく、セブン&アイというスポンサーを得て、今まで存続することができた。そごう、西武は今、売却に向けて進んでおり、百貨店として存続するかも不透明な状況にある。ただ、両社を存続させ、セブン&アイ参加としたことで、その後20年のそごう、西武の雇用は相応に守られた。これこそ、和田氏の功績として評価されるべきだろう。ちょうどこの方が社長に就任された頃に西武社員だった。再建というと聞こえ範囲が手法はかなり強引だった印象。赤字店舗であった自分の所属店舗は商品も満足に供給されなくなり、給与形態も、黒字店舗とは明確に差別化され、給与ががっつり減り賞与は停止され、従業員の士気はどんどん下がりみるみる廃れていった。結局6年ほどで店舗は閉鎖。自分も失業の浮き目に、会社に残ることもできたが、その場合移動に関して一切の希望、事情は考慮しないという非常な左遷的人事が待っている。要するに幹部をどんどん切り落としての再生で企業自体が蘇っているわけではなかった。それが証拠に今では西武百貨店、そごうともに企業体としては存在せずセブン&アイの一事業に過ぎない。手腕としてはどうだったのでしょうね。まあ亡くなった方をあまり悪く言うのも忍びないが、ご冥福を。ご視聴ありがとうございました。高評価。